アンパンマンの大好きお料理ショーを使って遊んでいくんだけど、じゃーん、カラフル粘土も使って遊んでいこうと思います。 Let's play。 粘土を使ってお魚をお料理していくよ。この粘土を2つに分けます。魚の体のパーツを作っていくよ。よくこねて、平らにしていくよ。魚の体の形をイメージして作ってね。お口を作ってあげます。小さな黒の粘土でお目目をつけてあげます。出来上がり。この最初に分けた少ない方の粘土ではこうやって丸めて尾びれの部分を作っていきたいと思います。こんな感じで三角形をイメージして作って、ひれ目を入れてつけると、じゃーん、このお魚は英語で fish と言います。少し味付けをします。胡椒は英語で pepper。 次にこの塩は英語でソープ。赤ちゃまのオーブンで焼いていきます。じゃじゃーん、とっても美味しそうにこんがり焼けました。食べたい？どうぞ。あー、もう食べたの？次のビデオでも粘土で何か作ってみようね。 Thanks for watching. Bye. アンパンキッズ TV はアンパンマンなどのみんなが大好きなおもちゃで遊びながら英語も楽しく覚えられるチャンネルです。さあ、今すぐチャンネル登録して最新の動画を見てみよう。パソコンの人は画面のボタンを押してね。スマートフォンやタブレットの人は動画の下の説明欄にチャンネル登録のリンクがあるから押してみてね。